えー、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ケリーです。テルミーホワイの続きをプレイしていきたいと思います。えー、前回はですね、えー、メリーアンの、えー、過去、えー、老い立ちが分かった感じですね。えー、そのかなり裕福な、えー、家庭で生まれ育って、えー、なんですけども、えー、両親とはこううまくいかずに、 なかなかこう理解もしてもらえずに、自分のやりたいことはやれずに、この両親の指示通りというか、なんかそんな感じに生活してきた感じでしたね。やりたくないバレエダンサーとか、取りたくないあの科目を専攻したりとか、そうこうしてるうちに、 えー、まあ、好きな人ができて、えー、妊娠をしてしまうとで。多分結婚とかも考えてたと思うんですけども、その時の男性の手紙を見ると、その、えー、君の両親からの、えー、度重なるプレッシャーとか、えー、書いてあったんで、えー、まあ両親が、 間に入ってきたのかなっていう感じですよね。で、えー、まあ、両親から逃げるようにこの地にたどり着いて、えー、レオ・ローナンという、えー、男の子を出産したんですけども、えー、その子供を亡くしてしまったということですね。えー、生きていれば二人のお兄さんだった人ですかね。 いやちょっと壮絶ですねうんちょっとうんちょっと壮絶ですねこれはえービーバーオーバースの修理リスト

えー、屋根や壁は自分でも直せましたが支柱はどうしたものか、えー、熊おじさんがやってきました、えー、待ってそれはわしがやろう えー、二人は屋根や壁をあらかた直した後に、えー、曲がった支柱。えー、熊おじさんはわしの体でぶつかればいけるだろう。と言いながら、えー、力任せに突進、えー。あまりにも強い力でぶつかったため、えー、支柱はまっすぐどころか反対の方向に大きく曲がってしまいました。うん。 えー、まあ、これだとダメだと。で、その時に思ったのが、えー、素晴らしいダムを作ったビーバーおばあさん。まあ、現実の世界で言うとこのキャロルですね。えー、あの、エディのお母さん。えー、もしかしたら彼女が助けてくれるかも。うん。えー、修理を手伝っていただけないかしら えー、手伝ってあげよう。うん、えー。これなら簡単に直せるじゃろう。と彼女が言うと、えー、大きな尻尾を叩きつけて支柱をまっすぐに直しました。あそうですね。で、その後にその冬。 えー、ビーバーおばあさんはとても大きな病気にかかりました。うん。で、なくなっちゃうんですよね。えー、っと、まず支柱。これかな修理。で、えー、屋根と壁。シーシングル She fixed the plane, お穴が来た、えー、エディも辛かった yeah. Yeah.、Really like、彼女の話はエディもしたがらないうん、えー、親愛なるメリーアンへ、えー、この話を持ち出すとあなたはいつも耳を塞いでしまうから、えー、手紙で伝えた方が え、望みがあるかもしれない、と思い筆を取りました。え、あなたがお別れを言うのが好きではないと知っているので、え、できるだけ私の感傷的な思いを短く、優しくお伝えしますね。え、この数ヶ月間、私を看病してくれて、心の底から感謝を申し上げます。え、ご自宅に小さな子が二人もいるのに、え、病気の老人の看病をするのは、 どれだけ大変で疲れるものか想像してもしきれません。あなたが私に病気と戦い続け回復を望んでらしたのは分かっておりますが手放す時期を察することができるのは私の素晴らしい能力でした。そしてその時期がどうやら来たようです。うんえー、最後にあ、最後のお願い。 をあなたに一つだけしたいのですが、えー、私がいなくなった後、エディの世話をお願いしてもよいでしょうか、えー。かわいそうな私の息子は、あ、父親が亡くなって、あ、ということはエディも一人,人になっちゃったんだ。これで。えー、父親が、 が亡くなってからずっと、えー、勇気を全面に出して、えー、過ごしてきたけれど苦しんでいることは私にはわかるのです、えー、あの子にも家族がいることがわかれば今よりももっと安心できるうんキャロルから ああ。だからかなその、まあ、メリーアン、キャロルが亡くなって一人になってメリーアンにお世話になって、で、親がいないっていう気持ちはエディがわく、エディはわかるんで、それで、アリソンを引き取って、まあ、親代わりというか、 うんそれだけに俺はかなりひどいことを <laughs> あの選択肢でしてしまったなエディにいたずらゴブリンの良い行い。 <あ>はいはい、ありましたね。Really、remember. えーとペリカンかからこれかな、えー63 うん、ペリカンの、えー、食べ物をどんどん盗んで食べてで、うん。で、バレちゃったんですよね。で、えー、私の食べ物を分けてあげる。だけれど、だけど、えー、そのお返しに、えー、私があなたたちにしたのと同じように、 あなたたちも誰かに親切にしなければだめよ。それを心に刻んでくれれば、あなたたちからのお返しは済んだものとしてあげる。えー、っと、二人は背中の届かないところが、か、え、ゆ、ー、くて仕方がない。えー、たくましヘラジカ。ヘラジカ。 これかなえー、けず削る、うん、エラジカの背中をかいてあげた。えー、次に2人は、えぇ、ー、ハチノス、えハチミツ、熊おじさん。えぇ、ー、ハチノスを落とす。 で、えー、最後に二人は何かをなくして泣いている王女。うん、えー。ゴブリンたちは王女をその小さな腕で抱きしめ彼女が落ち着くまで一緒にいてあげました。えー。ハグをする。うん、お えー、この人たちの友情が壊れなければ、えー、ペリカンクロッシングは、えー、ガスティノー界隈でショッピングをする観光客や、えー、デロスクロッシングにお住まいの方々を対象とした、えー、オシア氷河付近 に位置する本格的なギフトショップ、ホームアクセサリーや手作りのお土産から、オーダーメイドの洋服、地元名産の芸術作品にまで渡るクオリティの高い製品を専門としております。ペリカンクロッシングは流行りのアート作品や工芸品とお客様の橋渡し、 となる初めての店舗、えー、職人が作るあらゆる種類の新しく斬新な製品に加え、えー、ベッチ雑貨店共同経営者であるテッサベッチと、新、えー、新進気鋭、稀勢のアーティスト、えー、メリーアン・ローナンの2人がもてなす フレンドリーで知識豊富な接客もお楽しみいただけるでしょう本事業計画はテッサとメリーアンでお店を出す予定だったんだえー、初年度には損益なし2年目はある程度の利益を発生させる計画 私たちの事業計画の、えー、事業計画概要を下書き。どう思うテッサ。うわぁ、これ。これがもしうまく、二人の中が悪くならないで、これがうまくいってたら変わってましたよね。うわぁ。 詳しいその仲違いというか、かよくわからない。単純にメリィアその、いや、もとメディアがおかしくなったのが、まあ、それなんですけども、うん。

えー、熊おじさんがオオカミを追い払ってちょっと待ってあつ集めるあこれかえー、あの日のあった とえー、王女は時々熊から取、えー、れたての魚や両手いっぱいのベリー、えー、そして新しく咲いたブルーベル、えー、鮭、ベリーブルーベル、えー、鮭はあこれか鮭鮭 いやどんぐりはもらってらない。何をももらってない。えー、ブルーベルとかリーい。何、えー、をするか分からない。何なかったサムからい。るかからな うん。えー、刑務所に服役している、してるやつみたいに、えー、ドアの裾からこれを入れてすまない。えー、どうしたんだ今週何度か立ち寄って、えー、ベルを鳴らしてみたが、応答がなかったから。えー、ロフトに明かりが見えたんで君がいることは分かったんだが、えー、話をしたくないのかなと思ってさ。<laughs> これはイルス、イルス使われてるんじゃないのかな うんえー、この前のことで、えー、俺が全てをぶち壊してしまってはいないよね。えー、もしかすると、ちょっと強引だったかもしれないが、えー、君のような女性とどう話していいかわからないんだ、えー。君は強くて優しく、えー、何でも知っていて、どうやって君についていけばいいのやら。えー、多分そんなことが頭をよぎってしまった。 だが覚えていてほしいんだけど、えー、君が言いたいことは分かったし、えー、これから付きまとわないようにするし、えー、気,分を気分を悪くしないでほしい、えー。道ですれ違ったら挨拶をしてくれなくてもいいししな、あ、挨拶をしてくれてもいいし、しなくてもいい。<laughs> 全然大丈夫さ。えー、PS 車から何か漏れていたようなので、シーリング材で封をしておいたよ。店に行って見てもらった方がいいとは思うけど、店の連中はたまにぼったくることがあるから、もし一緒について行ってほしければ教えてくれ。一緒に来てほしくないなら、それでも全然問題ないからね。うん。サムは、本当に好きだったんですね。ちょっと、 えー、一歩間違えばストーカーというか。うん。まあ、そりゃ奥さんも出ていきますよね。サムの性格からすると多分隠せないタイプだし。えー、いたずらラ小ぶりの戦利品。 あケーキはタイラーが書いたんだ。あ,んだありましたね、王女の,あの家から物がなくなるっていう話。ええー、と、これだ、えー。王女と二人の泥棒23。 えー、ある冬のことでした、えー。家から食べ物が消えていることに、えー、王女は気づきました、えー。最初は大したことではなく、えー、果物や木の実、えー、卵が、えー、少し夜の間に消えていっただけでした。ああ、これか。えー、果物。いや、えー、卵。

私<お>は、えー、世界で一番のママ、一番かわいい王女。これは二人で描いたのかなうんー。 Was so young you really want to huh? go you sure we've seen everything eh uh, it's not there I guess we could stay a little longer if you think there's more to find. Okay, Kana. Mm. You really want to go? You sure we've seen everything? Either way, I'm ready for this to be over. Me too. そこですよね、写真。これだ。あやっぱりここに。あれ、アリソン うんあだからかあのなんでこんな木で遊んでるところの写,写真を残してたんだっていうそういうことか子供たちが3人揃ってるっていう意味だ えー、あの人は教えてくれようとしていたえータイーえん、ー、え圧倒されてしまった。 But we just found out we have a brother mm. and at the same time that we'll never get to meet him. It's a lot to process. Poor Marianne. Come on. Let's keep going. Yeah.

おそらく父親ですよね、えー、思い出す tom he's our father of course it had to be him tessa knew didn't she yeah she she must have that's what she didn't want to tell us i know what should we do now yeah call him out here and make him tell us what was going on and if he won't we know his secret he will tom it's Allison. We need to talk. We know it was you.